この前あいつの初恋の話なんですけど結構不思議な話で幽霊を見たとか怖い思いをしたそんな話ではないんですけどその出来事の裏側には個人の思いが何かあるんじゃないかと考えてしまうような話です小学校高学年の頃に1年半だけ 地元にいた塚野ちゃんって名前の女の子がいたんです塚野ちゃんって沖縄から来た子でお父さんの仕事の関係で来たって言ってたんですよね市原市って工場地帯があってその工場をメンテナンスする職人さんいるんですよねその仕事を塚野ちゃんのお父さん多分親方さんでいて何人か若い人を沖縄から連れてきて仕事してたと思うんですよ その家の娘さんなんですよね。まあ沖縄って感じのちょっと朝黒めの髪が長くて、で背も高かったんですよね。あの当時安室奈美恵さんとか、マックスさんとか、スピードさんとか、ああいう沖縄出身の歌って踊れるアーティスト流行ってて、そんなのに憧れてるような子で、よく塚野ちゃん家の前のアパートとか、公園とかで、 ダンスのの練習してるのを見かか、けたりとか目立つようなことをするような子ではなかったんですけどなんか流行りのそういう音楽とか好きそうな女の子だったんですある時僕とサトシが公園にいたら塚野ちゃんが来て「山きたちってサンタフェ見たことある?」って聞いてきたんです「サンタフェ」ってまあ宮沢りえさんのヌード写真集なんですけど知らなくて僕ら。 おとんが持ってたのを見つけたから一緒に見るって言われて、公園のなんかその遊具のところで3人でサンタフェ見た思い出とかあるんですよね。僕とかさとしとかって気にしたこともなかったですけど当時は。まあ、スクールカーストというものがあったとしたら土底辺にいましたよ。そんな僕らにも話しかけてくれたり、当時稲中卓球部が僕らの周りで流行ってて、 つかのちゃんちお父さんと二人だから稲中卓球部が家にあるみたいで読んでたんですよねだから話ができたんですよね下ネタなんか喋ってでもえそれってどういうことなのって興味持って一緒に話せるぐらいそんな子でしたある時学校でまあうちの担任とか先生たちって日教祖なんですよね だからか反戦教育っていうんですかね。戦争はいけませんみたいな、ずーっと言ってるわけなんですけど、その流れのせいか、漫画の裸足の弦、全巻セットが各教室に置かれてたんです。戦争ものの漫画とかアニメって学校で使われるじゃないですか。やれ、ホタルの墓だ、ライアンツーリーの歌だ、いろいろあるわけですけど、唯一教室で読める漫画みたいな感じで裸足の弦があったんです。 でそれ読んでて、裸足のゲンって、ゲンのお父さんって非国民なんですよね。なんか戦争はやめろよくないみたいなのずっと言ってて、非国民扱いされてて、ゲンのお姉ちゃんがいるんですよ。非国民の娘だって言われて、いじめられているというか、嫌がらせを受けているんですけど、お姉ちゃんは。で、学校のなんか大人に服脱がされて、上半身裸になっているシーンがあるんですけど、それを見て、ちょっとふざけてたんですよ、僕と、サトシが。お前、チンコ立ってんだろ。立ってねえよ。 みたいなで、そこに塚野ちゃんもいて、塚野ちゃんはお前チンコ立ってんだろ私チンコついてないよみたいな。そんなんでキャッキャッキャッキャふざけてたら、それを見てた担任がブチ切れ出して、あんたたち何ふざけてんだよギャーって切れ出して。もちろんね、不謹慎だっていう感覚もあるし、そういう漫画じゃないよねって、わかるんですけど、休み時間にふざけてただけなんですよ。 授業を妨害したとかじゃないので、なんでこんな切れてんだろうって思ったし、まあ小学校6年生の時で、あともう数ヶ月で小学校も卒業で、もう二度と担任なんか会わないだろうっていうところもあったんで、反抗したんですよ。なんでそんなんで怒られなきゃいけないんですかって別の動画でエピソード喋ってるんですけど、勘違いで生徒引っ放いてるような先生だったんで、僕なんかは全然懐いてなかったんですよね。 ああ、つまんねえなーみたいのを態度に出してたら、放課後、職員室来なさーいなって、つかのちゃんとか思いっきりとばっちりなんですけど、親呼び出しになったんですよ。で、一番最初に来たのがつかのちゃんのお父さんで、まあこんなことがありましたみたいな担任が喋っているんですけど、つかのちゃんのお父さん、僕らの肩を持ってくれて、少しね、とっぽい感じのお父さんなんですけど、 休み時間にふざけてただけでしょって。それの何がおかしいの親呼び出すようなことなのあなたは親を呼び出すことでこの子たちを脅迫してるようなもんだよねって。怖がらせて。言うことを聞かしたいだけなんでしょう。そんなことをバンって言ってくれたんですよ。それが正しいことなのか間違ってるかは正直わかんないですけどもう帰るよってつかのちゃんのお父さんが言って僕らみんなで一緒に帰って帰りにラーメン食べたんですよ。 僕もサトシもうわつかのちゃんのお父さんでかっこいいなと思っててそんなことがあったんですよラーメン食べながらなんですけどつかのちゃんのお父さんがうちのつかのと仲良くしてくれてありがとうね短い間だったけど沖縄帰っちゃうからさその時に初めてつかのちゃん小学校卒業したら沖縄に帰るんだってことを知ったんですよ三学期になって あとも数週間で小学校も卒業だね。そんな頃に、サトシが実は塚野ちゃんのことが好きだったってことが判明するんですよ。塚野ちゃんはそのこと知ってて、サトシが自分のこと好きだっていうことを。しばらくして、サトシが可愛らしい手紙持ってるんですよ。で、それ何って聞いたら、沖縄の塚野ちゃん家の住所と電話番号。塚野ちゃんと俺、文通することにしたわ。 言ってて、まだ小学生だから携帯電話なんかも持ってないしインターネットも普及してない時代なんで文通なんですよねそれが小学校6年生の終わり時が流れて中2の夏なんですけどしが公園で泣いてたんですよ「えサトシどうしたん?」って聞いたら「塚のちゃんって覚えてるか?」って言うんで「あれお前文通してるんじゃないの?」 聞いたら文通する約束したんだけどさ手紙なんか書いたことがないから何書いていいかわかんなくて全然出せなかったんだよ手紙言ってて中1の夏に塚野ちゃんの方から手紙が届いたのよって絵はがきなんだけど沖縄のさ綺麗な海の絵面で「お元気ですか?」ってこっちはもう夏ですなんちゃらかんちゃらお手紙待ってますそんなことが書いてあったのよって やべえ、さすがに出さないとなって思ったんだけど、どうしても手紙書けなくてさ、ほったらかしちゃったんだよね。自分から、文通してくださいって言ったのに、全然手紙書けてなくて。で、サトシって野球部で、中2の夏って、中3の先輩たちが引退するから、まあ、スタメンになるんですよね、部活の。そのことを書こうって思って、頑張って手紙書いて、 で、中二になった自分のバストアップの写真と一緒に送ったんですって。僕は元気ですよーって。塚野ちゃんも元気ですかーって。そしたらその翌週ぐらいに塚野ちゃん家から手紙が届いて。でもそれがお父さんからで内容が「塚野が亡くなった」って書いてあるんです。冬に肺炎こじらせてそのまま亡くなってしまいましたと。わざわざ手紙くれたけど塚野はもうこの世にいないんですって。 そんなことが書いてあって、俺悲しくて今泣いてんだよ。ええー、ってなって。え、塚野のちゃん死んじゃったんだ。それ聞いて、僕もやっぱりショックでしたよね。俺の初恋終わっちったよ言ってて、サトシが。そんなことがあったんです。数週間前、サトシから緑の人の怖い話を聞いたとき、塚のちゃんの話にもなったんですよね。懐かしいよねって。サトシが、 いやーあの絵はがきなんだけどって語ってくれた話高校生の時に古本屋でさ漫画本買ったんだよ家帰って読んでてそしたらなんか紙が挟まっててページとページの間になんだこれと思って見たら中1の時に俺が塚野ちゃんからもらった絵はがきなんだよ「お元気ですか?」って書いてあって差出人はもちろん知念塚野。 届け先は俺の名前と住所が書いてあってさ中古屋で買った本から塚野ちゃんからもらった絵はがきが出てきたって言うんですよまあなんかの表紙に挟まったんかないやそんなはずないよないろいろ頭で考えてみたんですけど結局よくわかんないからああ塚野ちゃんの絵はがき懐かしいなぐらいで一旦スルーしたのよそう言うんですよ 大学生の頃に、実家の親父から電話があってきて、出たら、知念つかのってお前わかるって聞かれたのね。小学校の時の同級生だけど、どうしたの聞いたら、その当時、サトシのお父さんって、古切手を集めるのが趣味だったんですって。ヤフオクで古切手の束が出てて、それ買ったんです。その束の中から、 絵はがきが出てきて、宛先が自分の息子の名前が書いてあると。これ何なんだそんな電話だったって言うんですね。差出人が知念つかの。裏側は綺麗な海の絵はがき。お元気ですかお父さんがヤフオクで競り落とした古着手の束の中から、つかのちゃんの絵はがきが出てきたって言うんですよ。 それで実家に戻って確認したらまさにその絵はがきなんです。さすがにね親父にちょっと相談してみたのよって。つのちゃんって俺が昔好きだった女の子でって文通する約束してたんだけど亡くなっちゃってって。前にもあったんだよねって絵はがき出てきたことがって。そしたらお父さんが「お前それなんかさすがに意味があるんじゃないの墓参りでも行ってみたらどうだ?」って言われたからね。バイトして金貯めて沖縄に行ったのよ。 つかのちゃんちの電話番号はさすがにわかんなかったからさ、つかのちゃんのお父さんに、まあ、手紙を出してみたのねって。そしたらちゃんと帰ってきてさ、お墓の場所を教えてくれて、こっちに来ることがあればうちにも寄ってくださいって言ってくれてさ、つかのちゃんの墓参り行ったんだよ。つかのちゃんのお父さんも元気でさ、お母さんもいらっしゃって、仏壇にも手を合わせてきて、家の写真がさ、当時のままなんだよね。 俺ののの思いい出の中にいる塚野ちゃんなのよ。お父さんもさラーメン屋で一緒に飯食ったのがか覚えててくれて不思議な絵はがきの話ももちろんしたんだよそしたらお父さんがね「塚野は小学校の時ね沖縄でいじめられてたんだよ」でそれがかわいそうだから一旦お父さんがいる千葉県に来いよってことで市原市に住んでたんだよね だけど仕事も契約が終わったからさ沖縄に帰ることになって塚野と一緒に帰ってきたんだけど中学でまたいじめられてたらしくて手紙では病死肺炎で死んだって書いてあったと思うんだけど本当は塚野はいじめを苦に自殺しちゃったんだよね自分の部屋のドアノブにね紐引っ掛けてさ気づいた時にはもう冷たくなっちゃっててさ そうお父さんが教えてくれたっていうんです。つかのちゃん自殺だったんですね。それから、さとしが幽霊を見たとか、また絵はがきが挟まってたとか、そんな話はもうないんですけど、喋った方が楽になるのかなと思って話してみた。そう言ってました。僕の友達のサトシの初恋の話でした。